キャットオレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、以前動画で投稿いたしました、インド製スターリングエンジン模型の、回転数を測定したいと思います。よろしくお願いいたします。メイドインイングランドスターリングエンジンモデル、RPM ということで、全体が金属で光っていますので、フライホイールにマスキングテープを貼って、次に反射シールをこちらに貼り付けます。そして、レーザーとアナログの測定器で、こちら、レーザーの方で測定します。その前に、閲覧者さんからの、ご質問とか指摘で、このエンジンにはトルクがないんではないかということなんですが、結論から言います。トルクがほとんどないです。もしトルクがあったのでしたら、例えばこちらのベームのスターリングエンジンのように、こちらの方にプーリーがついていたりします。ただ、このプーリーがついてたといっても、例えば、以前動画で投稿いたしましたが、発電するほどの、トルクはなかったということです。それでは、エンジンを起動させます。だいたい542回転ですね。トルクはほとんどないので、小指でちょっとしただけで止まってしまいます。再測定しますと、大体560回転ですね。前回と同じ数字ということは、それだけ機械精度が高いということです。それでは火を消します。
余熱でしばらく回ります。以上です。Thank you.